いいっすよ、ビール取りに行って。あ、いいですか。はいはい、どうぞ。あ、そうだ、そもそもビールの話をしようと思って。そうなんだよ。そういえば、ちょっと待っててください、ね、はい、お待たせしました。はい、おかえりなさい。ビール自体、え、ビールがもうなんか全てのお酒のスタートでしたか。あ、そうだったっけな。あ、でも初めて飲んだのビールだった気がします。え、それでうわってならなかったんだ。あ、なんだろう、最初はまあ味もちろん知らないじゃないですか、うんうんうん、だからうわーとも思ったんですけど、うん、同時にこれが大人の味なんだなっていう。あー、なるほどね。なんか納得感が。納得感なるほどって感じがしました。あの、だって決してなんて言うんだろう、こう、まあ、美味しいものじゃないじゃないですか、その味としてね。まあそうですね、最初そうでした、うん、日本酒もウイスキーも全般そうですよね、うん、うん、そうだな、確かに最初は確かにちょっと抵抗感が、うんうんうん、まあ言っちゃえばなんか珍味を食べるような感じですね。ああ、なるほどね。それになんか近しい感じがします。なんか順番的には何からいったんです？ビール入って、次何いったの？ビールから、うん、リキュールだったかな？多分リキュールに入りましたね。意外。で、ウイスキーだった気がします。ハイボール。おーまあ、若者の飲みといえばみたいな感じの。海外系の酒から飲んでって、はいはい、なんだろう、親父が日本酒嫌いなんですよ。そうなの？そうなんです。なんか、よくわかんないんですけど、それのせいで家で日本酒開けないんですよ。だから日本酒は本当最後でした。ああ、なるほど。最後でしたって。23だからね。まあまあまあ、まだ知らぬ酒はたくさんあるということで。まあ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 。私、最初ビールダメで、それこそ。あ、ビールでしょ？ビールダメだった。ああ。でもなんか、打ち上げで、はい、20人、30人いて、大変そうだったから、もう飲めないけどビールでって手挙げたんですよ、その時ね。はい。で、その日はたまたまサークルのあれで疲れてて、ビール飲んだらめっちゃ美味しく感じたんですよ。おー。うわ、喉越しってこれだと思って。アルコールってこういうことかって思って。思ったんだよね、多分。それが分かると進みますよね。そう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 。だからビールが美味しいと感じるほどなんか苦労をしないと一生ビールの味は分かんないと思う。あー、確かに。あれ疲れてるから多分美味しい。そうですね、お風呂上がりのビールも。そう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 、そういうこと、そういうこと。コーヒー牛乳の五感ですね。まあまあ、でもそんなところだな。あれ、チャコ先生、はい、コーヒーは飲みますか？コーヒーバリバリ飲むね。おお、ブラックもです。ブラックで、それこそなんだろうね、1日マックス9杯とか飲んでたかな。おお、結構なカフェイン中。いや、本当にもうそれこそなんかもう口の中にコーヒーの味しないと不安になってくるぐらい。大学の時ね。今はいい、でも今も飲むな。もう肩ができちゃって。ああ、分かった。私最近お酒ダメになってきてるけど、コーヒーは相変わらず飲んでるから、なんか嗜好性がそっちに移ったのかな、そういう感じです。うん、かもしれん。とコーヒー聞いたのはあれなんですけど、自分仕事の関係で結構差し入れにコーヒーいただくんですよ。へえ。それを中学生くらいからいただいて飲んでて、おう、でそっからなんだろう、だんだん飲めるようになってからお酒の良さが分かってきたような感じだったので、やっぱ苦味を覚えると逆に飲めるようになるって感じなのかなって。なるほどね、今思ったんです。あー、そうだね、苦味の良さを覚えると、なんかあてもつまみ系全般、珍味もそうだし、そしてお酒も合わせるとやっぱ美味しく感じるのかなって。いや、そうだわ、苦い味を美味しいって感じたら大人の一歩だわ。もうコーヒーのせいじゃないですか。いや、でもなんかだから、うん、紅茶も砂糖なしがいいとか、うんうんうん、わかります。わかるわかる。ジュースより甘みのない飲み物の方が落ち着くっていう感じなんですよ。あー、なるほどね。あ、でもそうだね。今コーヒー牛乳風呂上がりで飲んで、あー、うめえってなりますか？私フルーツオレはなる。あ、フルーツオレは別、あれは別格。わかります、わかります。あれはうまいんすよ。あれはうまいんすけど、コーヒー牛乳の砂糖のバランスはもう正直今はきつい、ね、うん、甘すぎ。そう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 、うん、そうだね。大丈夫かな、体になんか異常が出てる。出てない、出てない。ちょっと何らかの健康被害を懸念するのやめてくださいよ。
とやばくないですかとお互い心配して、早期発見は鍵です、はい、お話ししてるうちに池を描いてます。そう、あの今ねちょっとなんだけど下に行ってるんですよ、わかります？あー、はい、これ横に行くイメージ。はい、了解です。そう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 、そういうことそういうことそういうこと、上手、バッチリバッチリ。肉肉肉肉あ、ちょっとさ、はい、肉かきながら究極のつまみ、はい、を決めましょう。おー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 おお、それ結構人によって伊藤さんとこ茶子先生の究極だから、はい、なるほど。ビールに合うやつ。ビールに合うんですか。そう、だってビールでしょ今回。あ、そうですね、ビールに合うやつ。ビールだとむずいっすね。結構逆にあの選択肢が多いから。あ、でも、一個あげていいですか？はい、どうぞ、どうぞ。ビールには塩味の強いソーセージ系が合うと思います。ソーセージか！ああ、全然想像してなかった。ドイツといえば。ああ、そうね、そうね。ソーセージね。っていう発想からです。ああ、ソーセージな。ほんとうまいやつ、うまいもんね。うまいっすよ。さっきあの言いそびれたんですけど、最近自分ビール系取り扱う店で働いてて、結構海外のビール主体で、うん、プラス食事みたいな感じで、うん、つまみが結構メニューにあるんですよ。へー。そこでソーセージ取り扱ってたり、肉取り扱って、結構肉全般だったり、いい海外の食べ物全般だったりするんですけど、うんうんうん、ソーセージはうまいっすね。え、それまかないももらえたりするんですか？まかない出ますよ。うわー、これ酒に合わせたら絶対うめえよって感じのばっかりで。え、何？そのお酒を飲みたくてそこで働いたの？いや、まあ、正直言っちゃうと、まあそれもある。いや、そうだろ。白状しちゃった。白状した、白状した。まあでも、めちゃめちゃありがたいですよね。酒取り扱ってる。たまにもらえますよ。え、お酒を？そうです。え、いいじゃん。本当に嬉しいです。だからもう酒くずにとってはありがたいと言いざるを得ない環境ですね。確かに。それなんかモチベーションあるのいいね。そうですよね。働くにあたってモチベ大事です。はい、肉いきます。はい。これはやりすぎると微妙なんだけど、二つ目の人は、ちょっとちっちゃめぐらい。でもあんまり意識しすぎるとすんげーちっちゃくなるから、忘れていいや。あ、そう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 。それぐらいそれぐらい。なんか低かった。いいじゃない。いいと思いますよ。いいですか？はい、バッチリでございます。ちなみに私のビールに合うと思うやつね。はい。あ、塩って書いちゃった。違う。枝豆。そもそも枝豆が好きなのはあるんだけど。枝豆、自分の店で取り扱ってます。取り扱ってます？いいな。しかも、聞いてください。はい、枝豆に、あの、特製のスパイスかけてるんですよ。え、いらない、いらない。いらないから。スパイスうまいんですよ、こう。いや、まあ正直自分食べたことないですけど。食べたことないんかい。なんだよ、これ。スパイス単体でうまい。あー、そういうことか。いや、もう究極だね。塩。あ、まあでも。外さないやつですね。もう無限ループじゃん。で、あとね、なんか枝豆っつってもね、私あれが好きなんですよ、あの茶豆。うん、茶豆わかります？わかります。もうね、あれがね説明しづらいけど、あ、うん、でちょっと風味が、そう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 、あの風味がね、もうなんかね、ノーマルの枝豆はもう飽きたなってなった頃に、はい、茶豆がなんかちゃんと扱ってる居酒屋とかに行くと分かってるなって思うんだよね。あそれそれみたいな。例えるとあれですかね、燻製バージョンみたいな。そう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 、そういうこと感じですよね。昔茶豆の良さ全然わかんなくて、でもなんかやっぱ一周回ると何でも良さがわかりますね。確かに、うん、何でもね、こう知らないものを毛嫌いするのは良くないなって思うけど、いや、それ本当思います。まあお酒は私も好きなもんだからいいんだけど、他のゲストさんが好きなものって、はい、私大抵知らないんですよ、今まで喋ってきた人の中でもね。おー、じゃあ結構コアな感じなんですね、好みが。例えば野球、この間もゲストさん野球あったけど、はい、野球なんかね、もう本当に、もう、わかんないから嫌いなの、そもそも。知らないまんま、なんか、嫌いっていうのって、なんか卑怯だなというか。あー、確かに。なんか、知った上でですよね。そうそうそう、知った上で、こうだから、
あの、嫌うなら。そうそう、自分に合わなかったとか言うならいいんだけど、なんか印象で言うのって、ん?ってなんか最近思い始めて。でも、まあなんか、みんなしないから、逆に言うとね。確かに。そう、だからね、結構喜ばれるというか、なんかアニメ作品全く知らなかったけど、とりあえず全話見てみたって言ったら、マジで?って言われるし。いや、ほんと、動画見てて思うんですけど、うん、先生の、その、なんだ、要するに、その面に対する熱意が、うん、それマジですげえなって感じはします。ほんと?やった。何に時間を割くかっていう感覚がそれぞれあるじゃないですか。はいはいはい。割く時間をちゃんと設けてくれてるっていうその意思がマジ尊敬に値すると言いますか、なんか言葉選びが下手ですけど、そういうことに時間を割いてくれる人ってマジですごいと思うんですよ。いやでもね、だってそれ他人に興味を向けるだけでもすごいと思うんで、でもなんかあれですよ、最低限向こうもなんかちゃんとした人間かなっていうのはこっちも見極めてるつもりだし思いやりですかね。そう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 、平たく言うと思いやり思いやりがある人となら別にもうどんな人とでも喋りたいし、その人の好きなものをなんかこう全部と全肯定したいなみたいなのはすごいあって、その気持ちは確かに、はい、林ね、さっきのなんだっけ、池みたいな感じで上をどっちも広く取る、はい、とかっこいいね。もう木が2本並んでるようにしか見えてないですよ。そう、木が2本並んでるんだいや合ってるよその通りだよ、木が2本並んでる林だちょっとやめて、じわじわ来るから。私は林を描いて、木ではない、これは林、林です、林、林。オッケーオッケー、オッケーですか。オッケーっす、はいよし、では、おさらいに行きます。はい、準備よろしいですか。ちょっと一服させてくださいどうぞはい、どうぞ。おもろいわ。これ、行きますか。よし、あ、書きますね。はい、書けるかな。待ってください、これ全部ですか。全部ですよ。じゃ先3回書く感じですか。そうですよ先3回書くのきついな、やばい、集中力が持たない。うわ、おお、お疲れだよ。すごいね。今息止まってましたよ。うん。あ、池もいいな。池かっけえな。酔っ払ってっからわかんない。本当。ゴーもかっこいいし。マジです。先生に言ってもらえると。いや、なんかちょっとでも何回も話題に上がるんだけど、やっぱこの字面の中で一番クズが目立ちますね。クズがいないと成り立たないですから。そうだな、クズすごいインパクトだな。いい、いやーお疲れ様でした。いっぱい書きましたね今日は。なかなか疲れますね、人格って。はい、というわけで本日は2回目でございましたけど、いかがでしたか。これまた楽しい授業でした自分のクズ度をよく理解しましたいや今日やっぱね字が良かったね、この字が、選んできた字が良かった。マジですか、うん、今関節がめっちゃ鳴りますもん。なんで力んでたんですよ疲れたんだよ本当に。だって右側の筆圧おかしいもんめっちゃ濃い、もうめっちゃ力入れてます、ね、酒飲むと力加減もできないで疲れちゃうんだな、あのせいで。また懲りずに第3回もやりましょう。喜んではい、というわけで今日はイモさんといっぱいお酒のお話ししました。2回目ありがとうございました。はーい、ありがとうございました。はい、また来てね。バイバイ、ありがとうございます。楽しかったです